休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。順番11、17番井上君。17番井上君。皆さんこんにちは。こんにちは。今日は2日目の、後半ということで、少し眠たい時間ではありますけれども、私は、声を大きくして、目覚ましでもう飛び切り大きな声で質問させていただきますんで、一つまあよろしくお願い申し上げます。今日はまあ、たくさん、女性の会ですか、障害者の皆さん方たくさんおいでになりまして、本当に橋本氏の民を思う方々が傍聴に来ていただく、嬉しいことでございます。毎回来ていただきましてありがとうございます。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。市長も大変喜んでおるところでございますので、私の質問にですね、まあ、昨日今日と、本当にこう同僚議員が橋本氏のやはりこの町を良くするためにということで一生懸命それぞれの立場で、質問をしていただいています。で、私も勉強させていただいておりますが、その中の一人で一番、足りない、まあ、後輩でございます、先輩でございますけれども、しっかりと、まあ、若い議員さんに負けないように、質問させていただきますので、当局側も、まあ、しっかりとその我々議員のですね、質問はですね、何もいじめるために質問するんではないんです。提案をして、そして橋本氏をいかに町を良くしていくかということで、まあ、質問させていただきまして、しておりますので、けんけんがくがくその議論を、重ねてですね、当局側もその意味をよく含んでいただいて、ご答弁いただくと、質問に答えていただくということでよろしくお願いを申し上げます。今日は、それでは、議長の許可を得ましたので、私は今日は1点だけ、新しい、この農園の、農業のことで質問させていただきたいと思います。で、大きく項目では、そのユニバーサル農園ハウス、砂栽培の取り組みについてということであります。で、ユニバーサル農園ハウスとは、高床式栽培の農法を活用してですね、野菜を中心に栽培することで、培地である土の代わりに、土地ですね、土の代わりに砂を利用し使用して、液肥を注ぐことを高床式砂栽培法ということらしいです。すでにですね、四条縄手市では、実践をしておりまして、またこの農園ハウス砂栽培を中心としてですね、地域の活性化につながるさまざまな社会事業に取り組んでおるということであります。で、四条縄手市では、経済、雇用、人、地域社会、環境、防災という幅広くですね、官民一体で取り組んでおります。そこで、本市のとしてのですね、以下の点について、お考えをお聞きいたします。一つ目は、本市もですね、新しく給食センターの建設を進めております。この際ですね、その、建設、給食センターの敷地内にですね、ユニバーサル農園ハウス、かっこまあ砂栽培ですね、それについて、計画に入れてはどうかということでご提案させていただいております。で、2つ目にはですね、境内の活性化、特産品作りにですね、市内業者とともに協力をしながら促進していく考えはあるか、これは境内部の部長にお聞きしたいと思います。で、3点目にはですね、雇用については、砂栽培農法というのは、要するに高床式ベッド活用することによって、耕さないで、まあ、軽度な農作業が可能であります。で、そのためにですね、
高齢者や障害者をはじめ、就労に支援が必要な人の新たな雇用の場として期待されると思いますが、本市の考えはどうですかと、いうことで、これは福祉部長にお尋ねいたしたいと思います。で、4つ目は、環境防災面ではですね、砂栽培法は年間を通して安定的に作物を供給できることからですね、災害時には敷地内にある、例えば市内にある調理施設を用いてですね、一時的な食料供給が可能となりますが、本市の考え方はいかがでございますかということであります。それから5つ目はですね、栽培した野菜の収穫の体験によりましてですね、地産地消をはじめとした食育を推進していく上で、教育的な交流、コミュニティ、幅広い次世代の学びの場となると思いますけれども、本市の考え方をお聞きしたいと思います。これは教育委員会の方でございます。壇上での質問は、また質問席からよろしくご答弁を願いたいと思います。17番、井上君の質問、ユニバーサル農園ハウスの取り組みに対する答弁を求めます。教育部長。1点目の現在建設中の給食センターの敷地内に、ユニバーサル園、砂栽培ハウスを計画に入れて開設してはとのご質問にお答えします。新給食センター建設工事は4月より着工しており、本年度末の完成を目指しております。当該計画の敷地面積は 6164.76 平方メートルで、本体建物用地として 2354.09 平方メートル、高圧受電設備や受水槽などの付帯設備、駐車場の用地等に約1990平方メートルが必要となります。また、新給食センターでは、配送用車両として3トン車7台の導入をすることになり、その車両の通路及び旋回スペースなどを考え合わせますと、新給食センターの敷地内でのユニバーサル農園の設置は困難と考えますので、ご理解のほどよろしくお願いします。経済推進部長。次に2点目の経済の活性化、特産品作りに市内業者とともに促進していく考えはというご質問にお答えします。本市の農産物の特産品作りに関しては、橋本の産品のブランド化を図り、農業者とともに生産性向上や販路開拓に努めています。また持続可能な農業経営支援策として、労働力や担い手不足解消のために新規就農者を増やす取り組みを行っています。具体的には、農業技術や経営力の習得、農業機械や施設の補助事業整備などにより、農業従事者の所得向上に向けた支援を実施しています。今年度は新たな取り組みとして、農産物の産地化支援事業により、耕作放棄地等の活用を研究するとともに、地域や事業者と協力して農業に関心のある若い世代の移住者が増えるような取り組みを講じていきたいと考えております。健康福祉部長。
3点目の就労に支援が必要な人の新たな雇用の場についてお答えします。障害者の雇用については障害者雇用促進法により民間企業、国または地方公共団体の機関において法定雇用率があり、事業主には身体障害者、知的障害者の割合が法定雇用率以上になるよう義務付けられているところです。もとより新規の障害者等を雇用する施設ができることは障害者等の就労支援面からは望ましいことであります。障害者の就労を支援していく根底には共生社会実現の理念があります。就労に支援が必要な人への新たな雇用の場との観点では、具体的な労働環境や労働形態と各就労希望者の心身の状態とのマッチングが必要ですので、詳細を見なければ評価ができませんが、新たな雇用の場として期待できる可能性があると考えます。危機管理官。4点目の災害時における一時的な食料供給についてお答えします。現在、本市では災害用備蓄食料として、アルファ米を中心に備蓄を進めています。しかし、発災から日が経つにつれ、被災者の健康管理の観点から、新鮮な野菜の提供も必要ではないかと考えます。また、被災者からも温かい料理や新鮮な野菜を食べたいなどのさまざまな声が出てくることも予想されます。ユニバーサル農園ハウスを新給食センター敷地内に設置することは困難ですが、このような施設が市内で開設された場合は、災害時に貴重な食材を供給することができる可能性もあることから、選択肢の一つとして位置づけてまいります。教育長。次に、5点目の栽培した野菜の収穫体験により、地産地消をはじめとした食育を推進してはとのご質問にお答えします。市としましても、食育については、成長していく子どもたちにとって大変重要であると考えており、各小学校では校内菜園を実施しており、実際に土に触れ、野菜などを育てることで、農家の方々のご苦労や収穫の喜びを学んでおります。また、年間に数校ではありますが、地元の野菜、果物、地場産品の生産者の方との交流会を行っており、人生経験豊かな自分のおじいさん、おばあさんのような方々と給食を一緒に食べながら、献立で使用されている食材に関する話をするなどして、世代を超えた教育交流やコミュニティを行っております。また、給食センターでは地産地消を推進するため、生産者の方との意見交換会を開催し、積極的に地元の食材を使用しており、これから育っていく子どもたちが、郷土の味や香りをいつまでも忘れないでいてくれることが、食育にもつながると考えます。17番井上君、再質問ありますか。17番井上君。1番からいきましょうか。給食センター内では敷地がまあないので、ちょっとまあ今のところ困難やと、いう答弁でしたね。で、そこでですね、お尋ねいたしますけれども、このユニバーサル農園ハウスについての、教育委員会というのをお考え、
要するに、まあ、仮にこの敷地外であって、例えば、近くで土地が空いとる、ね、でそこで、まあ民間の企業も含めて一緒に、まあ、やるということになったときには、教育委員会としては、この新しい栽培方法であるんやけれども、それに対して、まあ、後ほど、このユニバーサル農園については、農林の方の答えがあると思うんです。教育委員会としてどういうお考えですか。あるかちょっとお聞きしておきたいと思います。教育部長。給食センターでの食材につきましては、毎年、まあ入札等を行いまして、地元からできるだけ買うようにということも視野に入れておりますので、まあ、そういうものが近くにできまして、新鮮な野菜等が手に入るということでありましたら、調達手段の一つとしては検討させていただけると以上考えます。柔軟は井上君。一度また、教育部長、先進地、まあ、その今私は市場なって挙げましたけども、全国には砂栽培のそういうやってるところがどんどん増えてきておりも新しい事業なんでね、で、まあ、立地的にうちの方も、非常にこの何て言うんですか、子どもたちにもやね、やっぱり地産地消という観点から、やはり、この食育というものをですね、一緒にこう小さい時から、という形でですね、その市場なんての方ではもう、給食センターのセンター長、まあ、教育委員会挙げて、これはいいことやということでセンターの中に、施設があるわけなんですわ。でそういうことで、まあ、また一平今日はまあそれでこれぐらいで教育委員会また見に行ったら、ああこれはやらなあかんなと、まあ、いっぺんにその心変わりするかと思うんで、私またご案内しますんでね、また議員さんと一緒に、行くようにしましょうか。私何人かで行ってきてあるんで、代表で質問してるんで、一緒にいた議員さんに、まあ、心苦しく質問しておるんですけれども、今それぞれが皆やっぱり感心して帰ってきたということであります。で、それで、まあ、提案させていただいております。でそこで、まあそれでは2点目に移りまして、まあ、経済部長にちょっとお題しますけども、農林振興行政という、まあ、立場からですね、この農産物の新しい栽培施設を、まあ、いろいろと、まあ、研究されておると思いますけれども、まあ、部長の知るところの高床式砂栽培ということについてのメリットなりデメリットがお分かりであれば、ちょっとご答弁願いますか。経済推進部長。高床式とか高床式って呼ばれるんですが、この砂栽培に関しましては、まあ、地面から一定の高さで、栽培用地を作りまして、まあ、種とか苗を植えて、で自動で灌水して、まあ、液肥と水を供給して植物を栽培する、そういう方法であると思います。まあ、これだけの説明では一般的なその水耕栽培と変わらないと思うんです。そのいわゆる、ロックウールとかヤシガラ繊維を並べたそういった水耕栽培と変わらないと思うんですけど、そのロックウールやヤシガラ繊維の代わりに砂を床にしたのがこの高床式の砂栽培だと思っております。まあ、メリットとしては、まあ、水耕栽培と同じように連作障害とか病気が発生しにくいということと、まあ、初心者が比較的取り組みやすいです。でそれと、まあ、体への負担がその実際の触媒する高さが高いので体の負担が少ない。でそれと、まあ、従来の水耕栽培でしたらその根菜野菜作れなかったんですけど、砂栽培であるので、その根菜類も栽培が可能になっておるということです。で、まあ、それと比較的先ほども初心者が取り組みやすい農業ですので、マニュアル化非常にしやすいので、初めて、その今度農業やってみようかっていう新規就農者も比較的、
関わっていきやすいという、そういうふうにメリットは感じております。ただまあ、メリットばかりではなくて、デメリットとしては、議員お立たしのように、近くでは市場の当て市が実際に、もう利用されとるみたいですけど、あと近畿県内では泉南市も実は取り組まれております。ただ全国でいうとまた10例ぐらいしかないように聞いております。まあ、そういう中で非常にまだこれからどういうふうにできるかというところで若干不安があるようですし、何よりもその設備投資がですね、非常にかかってまいります。それと、まあ、その先ほどお話しさせてもらったロックウールやそのヤシ柄の繊維に比べて砂ですので、どこか砂ですので非常に成形されにくい、まあ、そういった欠点もあると思います。私の知るところではそういうところでございます。はい、17番井上君。もう一点だけ部長にお聞きしますけれども、先ほどその、軽度軽い、産業で済むんでということで、ご答弁いただきましたが、障害者や高齢者の、就業支援ということでですね、この施設は非常に現場を見る限りは本当にこう有効であると、考えるわけでございますけれども、このことについてのですね、そういうこの近辺でですね、例えば今戦乱を出されましたけれども、この障害者に対するその農業のですね、雇用に対するそのそれに対して貢献しているところっていうんですか、そういったところは、部長は、研究されておられますか。経済推進部長。近くでは滋賀県のですね、農業機械メーカー、これ特例の子会社設立しまして、水耕栽培なんですけど、障害者を採用して、就労継続支援 B 型事業という事業を取り組んでおります。で、今お話ありましたこの泉南市は、ちょっと会社名伏せたいんですけど、文房具やオフィス家具、そういったものを製造販売しておる会社が、グループ企業として子会社これも作りまして、この水耕栽培を障害者採用をしながら実施しております。もう同じ場所でですね、物流の大手もこのネギを栽培したりしております。で、実は橋本市もですね、椎茸栽培しておる農園がありまして、そこが障害者雇用を行っております。で、それ以外にも先だって、完成しました農事組合法人、これは今ほうれん草とネギを栽培しておるんですが、ここでも、障害者の雇用を前向きに考えていきたい、そういうふうに聞いております。以上であります。はい、17番井上君。今そういう形で、部長の知るところということで、それぞれの、水耕栽培、というのが、今までの、その栽培方法で、この砂栽培というのは私聞いてきたんですけれども、現場へも行ってきましたけれども、砂栽培の場合は、病気になるともう全部、マッシュルームと一緒で全部いってしまうと、その全部移ってしまうんで、ところが砂栽培方法については、要するにそういうことは一切ないと、天敵みたいにね、命のある限り命をこう生きるために水をちょびちょびとやるんやけど、現場に行ってもらうと分かるんやけど、要するに一生懸命生きようとするわけやね、野菜が。それによって強い野菜ができて、おいしい野菜ができるという、そういう京都の研究所でやって、それがずっと広がってきて、兵庫県が私、今紀の川市でも一箇所桃山町でやりかけました。で、そういうことで橋本市もだんだん畑が多いし、これ高齢者がどんどん進んできて、普通の土壌っていうんですか、耕して野菜を作るっていうのはなんか大変な時代です。
で、この、これはその、B型の、その今言われた、部長が言われた B 型の方ですね、この方はその実際に、一棟、一棟というか、そのハウスの一棟を一人で見とるんですけど、普通、障害者の方だったら、B 型の方はですね、まあ、働きに行っても1ヶ月、まあ、3000円とか5000円とか5000円もくれやんのちゃうかな。ところが、そこの方が、まあ、訓練してですね、一棟で年間240万の売り上げ取るんですわ。 B 型の方ですよ。それから健常者と障害者とのその共同というか一緒に、まあ何ていうかその運営をやっとる中で、そういう障害の持った方がですね、それだけの売り上げをするというような形でですね、非常にまあ、楽に、で重度な障害者の人が15、6人おり、20人ぐらいおったかな、おりましたけども、何ていうんですか、担任をこうやってるんですよ。その部長おっしゃったようにも、こう高い床敷、高いですよね、こういうところで砂を置いてやるんですから、ラグにできるわけです、栽培が。こういう、まあ、枠を。で、そういうことで、本当にこう、菌もあんまり分からないというんですか、そういうようなことで、安全であると。で、まあ、今、市場のあてさんでは、給食以外にですね、まあ、たくさん1500坪ぐらいのところでモデルでやってますんで、寄ってってっていうスーパーありますな、久世山の道の駅にもあるんかな、中入ってますわ。でその寄ってって全部下ろしとるらしいですわ。年に8回、取れるんやって、毎月月に1回ぐらい。これはもうものすごい青々とした野菜ですわ。でそれが、要するに、その寄ってってがね、全部今受けてくれとんやけど、まだまだ足らん。でそういうところへ、大手のスーパーへもこれからどんどん注文があるというようなことでありました。で橋本さん、あんたそこで法人でやってくれたら、ウルト館の戻りを見つけますってと。障害の雇用にも全然つながってくるんで、まあやってみたらどうですかっていうような話も聞いてまいりました。でまあぜひ、まあ、新しい事業ですので、その一遍、まあ、再度もう一遍研究に一緒に行っていただいて、そして地元の企業さんが要するにこれをやってみようという企業さんも、おられるかもわからないし、まあ、私の限りではやってみようかいなっていう企業さんも、まあ、ちょっと橋本氏おることは間違いないので、その人のとの連携を持ってですね、例えば、国のそういう補助っていうんですか、地方創生の補助金であったとか、あるいは農福連携の、まあ、その補助金とかいうものを、まあ、申請地が使う場合はですね、市も協力していただいて、そして町のそのそういう新しい野菜作りにですね、できたらなと、まあ、思っておるわけでありますので、ね、まあその部長一遍一緒に、行ってほしいんですけどね、どうですか。経済推進部長。まあ、障害者の方の雇用も大切ですし、農業の大きな問題である後継者不足、担い手不足、まあ、壇上でも答弁させていただいたんですが、非常に大きな問題です。まあ、ここの部分を解消するためにも、まあ、いわゆる生産工場的な農業ってこれから必要になってこようかと思っています。まあ、そういう意味で、民間が行うこういう事業に対して、今、議員からお手出しありました、国や県への補助金申請については精一杯今私ところの農林振興課でお手伝いさせていただいておりますし、販路につきましても積極的に、協力させていただこうと思っております。またそういう見学の機会がありましたら、また一緒に、見せていただきたいとも思っております。はい、17番、二重君。部
長ありがとう。ということで、そしてね、私ちょっと福祉部長に、ちょっとだけ教えていただきたいんですが、今紀の川支援学校っていうんですか、ありますね、小山口に。で、そのそれぞれそういう就労支援っていうんですか、その卒業生っていうんですかな、それは、大体今年度どのぐらいの卒業生ありましたですかな。で、それとアフターケアについてはどんな形でやられてるかっていうのをちょっと分かりませんですかな、分かる範囲でちょっとご説明願いたい。健康福祉部長。はい、ちょっと人数については把握してございません。で、就労につきましては、基本的には先ほどちょっと経済部長からもお話ありました、しいたけ栽培されている方も紀の川支援学校のご紹介で、就労しているというふうに聞きました。それでありますとか、福祉センター内にある就労サポートセンター、そこら辺りの紹介でありますとかを通じて、就労に至っておるというふうに聞いております。はい、17番井上君。はい、その今まあこういう要するに要するに見えない障害っていうんですかな、部長ね、これ和歌山でも取り組んだんですけども、今難しい、この文字で書いて高次元機能障害っていうことでね、この取り組んどるのが、新聞にも報道されましたけれども、そういうことで要するに、紀の川支援学校、今年卒業生16名ですかな、16名で、この学校については卒業してからでも、全員を対象として、生活および就労というものについてはね、取り組んどるということを聞いてんやけど、結局その取り組んでいるんやけれども、それぞれのところへ、どれぐらいの人数がどれぐらいのところへ何をしとるかということもやっぱり、橋本さんで分かりませんか。分からない。で、それであれば、それはそれで結構ですわ。そしたらね、就労支援の、今はですよ、A 型、B 型で、例えば橋本さんで、それをと、言った施設、そういう施設ですね、施設でその何社ぐらいがそれに取り組んでいただいているのかな、その農業以外のところでも結構ですが、分かりませんか。健康福祉部長。はい、この就労継続支援 A 型 B 型の事業所の数ということでよろしいでしょうか。 A 型については3事業者、 B 型については6事業者でございます。17番井上君。橋本氏では3つの事業所と、B 型については6つの事業所だけど、中身については、どういう作業っていうんですかについてるかっていうことは、それぞれみんな違うんですけども、そういうところでですね、今後、もうそれ以上も聞きませんけれども、そういう農業にやはりこの健康というものでですね、今その橋入れとかそういうものが非常にこう今通常安い金額でやってるわけなんですけども、でそういうことで各法人さんがやられてるこの法人以外の新しく法人立ち上げる人もおるかも分かりませんけれども、そういうところへですね、やはり何て言うかな、そういう障害の持った方でも一人前に
働けるような、働いていただけるような、そういう場所をやっぱり提供していくというのも、これからやはり大事ではないかいなと、まあ、これは障害者も高齢者も含めてやけど、そういうことをやはり、例えば農福連携って、口では言いますけどね、なかなか本当に経済部、まあ、農業と福祉と、きちっとした、まあ、教育も含めてですね、連携を持って、本当に橋本市の高齢者や障害者のためにどうしていくかということをですね、この仕事で提供していくということは健康にもつながるし、ね、そういう雇用っていうんですか、そういうものをつながってくるん で、そういうのを全体としてみんなでやっぱり考えていくというようなことをやっぱりやっていただきたいなと思うんですが、最後にその市長が、やっぱりこの経済部、それから福祉、教育、こういったものの中で、まあ、農業というのはやっぱり橋本にとっても大事なところだと思いますのでですね、そこのところをちゃんとその、行政面でですね、支援のできることはして、そして、まあ、それを新しいその商品をですね、いかにしてやっぱり生み出していくかというのは、これはもう一人や二人で加えると思うんで、やっぱり連携をしてやってもらいたいと思う気持ちで、質問させていただいておりますので、市長の見解をお聞きしたいと思います。市長。はい、井上議員の質問にお答えをします。まあ、確かに障害者の雇用という部分は、これからの時代考えていく必要があるというふうに思っています。まあ、その中でその砂を使った農産物の栽培っていう部分だけではおそらく無理なことだと思いますし、この農産物をいいのを作るというのはただ楽をできるからっていう部分の考え方をすると、あまりいいものができてこない、それなりの苦労をしてやっぱり農産物っていうのは作っていかないと、給食センターで使ったり、あるいは市場に出したら売れるかっていうふうな、まあ、そういう問題もあると思います。楽ができるからこの栽培方法がいいっていうような楽観的なものの考え方はダメなのかなと。やっぱりプロを育てないと、そこで働く人のやはりこれは健常者であっても障害者であっても、そこの部分の能力をいかに高めていいものを作っていいものを市場に出していくというふうなことが必要だと思います。で、この市場の私ですか、やっている部分については、これもおそらく事業者が提案をしてやったものであって、まあ、市の関わり方っていうのがどの程度なのかは私にはちょっと分かりませんけども、ただ、橋本市でも、先日から水耕栽培が、若い農事法人によって、立ち上がって、この間ほうれん草を食べさせていただきましたけども、まあ大変惜しかったっていうふうに、私は ここに、市の重点を置くよりも、そういう事業者さんがこういうことをやりたいから橋本市、国県への手続きを協力してくださいよという部分で、しっかりとした経営計画があって、事業計画もあった中でやったら、私は喜んで農林振興課に行ってこれは応援 しなさいというふうなことを言えますが、まあ、中には全く計画性がなくて、こういうものをやりたいというような動きもあることも事実なんです。そういう中で全てを応援するんではなくて、やっぱり国の補助金をもらうということは、市を経由するということは市が返還に対する責任も持たなあかんというふうな問題も出てきます。まあ、そういう、やる気であったり、そういう経営計画であったり、そしてどういうことを真摯に考えて取り組んでいただけるんかっていう部分をしっかり、行政内部で精査した上で、この砂を使った栽培に、やりたい事業者があって、あ、これはなかなかいい考え方や、
そして、障害者雇用も生まれてくるであろうというふうなことであったら、私も喜んで、協力をしていただきます。まあ、先日の6月、じゃあ3月議会で、椎茸栽培の方のお話もあって、その時も、家賃を分かりました、なんとかしましょうという、障害者雇用が生まれるんであれば、安く考えてみましょうというお話もさせていただいた通り、私どもも結局そういう部分での協力というのは惜しみませんので、今後ともいろいろ提案をしていただいたら、それに対して真摯な答えを出していきたいと思います。ただ国のとか県の補助金もらうということは、それだけのやっぱり計画であったり人員構成であったり、やはり収支計画がやっぱりしっかりしたもんでないとなかなか協力できないと思いますし、反面楽な方に行かれますと、農地が荒廃をするというその逆の問題もあるわけなんです。この間、棚田の田植え行ってきましたけど、棚田を守れなかったら水が悪くなって結局水産業に影響を及ぼすというような、そういう部分もあろうかと思いますので、ここばっかりを推奨するわけにはいきませんし、田んぼも耕作放棄地も田んぼに変えていくというふうな農業に関しては一方ではそういう責任も担っております。まあ、私どもとしても立派な計画があって、そういう収支計画もあって、いうふうな、ね、農業振興につながる障害者雇用に、あるものであれば、全面的に協力をさせていただきます。はい、17番井君。まあ、市長の、まあ、見解をお聞きしましたので、本日は、これくらいで一般質問を終わらせていただきたいと思います。最後にですね、一応、まあ、市長もお話がありましたけれども、まあ、とにかく福祉とそれからの、農福連携、まあ、もちろん教育もですね含めて、まあ、連携をしていただいて、そしてみんなでやはりこの研究をし取り組んでいくと、で、まあ、いうことで、それをまあ再度お願いを申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。17番井上君の一般質問は終わりました。この際2時50分まで休憩いたします。